1984年欧州議会議員選挙は、当時の欧州共同体加盟10カ国で行われた欧州議会の議員を選出する選挙。なお、1981年にギリシャが、1987年にスペインとポルトガルが、それぞれ欧州諸共同体に加盟しており、加盟10カ国体制の下で10カ国が、同時に選挙を行ったのは今回限りである。この選挙の結果、 中道左派系と右派系が極左系と中道右派系に勝利した。社会主義系各派は結束して議会における最大会派を形成し、また、小規模グループの中でも極右系による会派や、グリーンポリティックス系とリージョナリズム系のグループによるレインボーと呼ばれる会派が形成されていった。加盟国ごとの議席の配分数は1979年の選挙から変更されていない。 1981年に加盟したギリシャには新たに24議席が配分されており、このため合計の議席数は410から434に増えた。社会主義グループが前回の選挙から6議席増やして合計で130議席を獲得した。また、民主主義連盟も7議席増やして29議席となった。欧州人民党グループ、欧州民主主義グループ、共産系。 リベラル系は議席を減らした。フランス国民戦線とイタリア社会運動は会派、ヨーロッパウ派を結成、欧州議会発の極右による会派ができた。またテクニカルグループオブインデペンデンツはグリーンポリティクス系とリージョナリズム系からなるレインボーグループとなった。国別の結果については各国ごとの記事を参照。ありがとうございます。